はい、皆さんこんにちは、ワナリグルフィッシュです。では今回は SD ガンダムジェネレーション F91 編プレイをしていきたいと思います。早速シナリオを見ていきましょう。シャアの地球寒冷化作戦は失敗に終わり、かろうじてその姿をとどめた地球には地球連邦政府による再開発が行われていた。シャアの反乱からおよそ15年の月日が流れ、宇宙世紀は1世紀を超える。まあ、実際にアクシズは落ちなかったものの、フィフスルナはね、ラサに落ちてますからね、シャアの反乱の時に。まあ、宇宙世紀100年を超えてというところで言うと、やっぱりガンダムユニコーンとかね、ありましたけど、5月にはハサウェイ、先行のハサウェイ、ようやくね公開されるっていう話も出てきていますし、個人的にはガンダムユニコーン2、これのね続報をすごく楽しみに待っているんで、これからもね、ガンダム応援していきたいなと思います。ちなみに一番最初に作った、まあ、フルサイズというか、デフォルメされていないガンプラは F91 でした。なのでちょっと思い入れもある F91 編、早速プレイの方していきたいと思います。まず手持ちのユニットですね、まあ、前回サザビーであり、さらにアルパージールでありというところを捕獲しているので、これはね今回も有効活用させていただきたいと思います。で、まあ1機ぐらいちょっとジェガンを潰して、軍資金を405にした上でモビルスーツ生産しましょう。まあ、モビルスーツ生産できるものに関してはね、もう以前お見せしたものがあると思いますが、まあ、ざっとね、流していくとこんな感じですね。まあ、今、軍資金400しかないので、まあ、400で作れるいっぱいいっぱいのところでいくと、このダギールスですね。これを生産します。で、アルパージェルとか解体をせずにそのまま行きましょう。でニューガンダムエースになってるんですけども、クラスチェンジがどうもできなさそうなので、ここはですねクラスチェンジできる機体をもう当てにせず、敵の戦艦を中心に撃破していくということをやりたいと思います。ではこれで発進していきましょう。ニューガンダムとサザビー2機、アルパージール、これが自分たちの主力になるかなと思います。で戦艦の方はラーチャターが、4かな、それにラーカイラムが1という、まあ、戦力になっています。でこのマップデフォルトで、配置されているユニットとしてはですね、他にもいくつかあって、まあ、それらのユニットをうまく使いながら戦っていくということになりますね。それがこのユニットになります。まずはモビルスーツ隊出撃させちゃいましょう。まあ戦力的にはやや頼りないところもあるかなと思うんですけど、そこは自前のユニットとうまく組み合わせていきたいと思います。まあ、目的はあくまでも敵の戦艦ですからね。やっぱねスーパーファミコンのゲームなんでね、まだまだねバグ、いわゆるバグじゃなくて、何が起きたかというと、実はこの前にですね、まあ、リハーサル関連で少しプレイしようと思って、立ち上げたんですけど、ユニットだけ映るんですけど、マップが真っ暗とかね、そういう状態にはなってました。まあ、そういうのは、まあ、やっぱり少し古いスーパーファミコンのゲームなので、まあ、往々にしてあるというのはね、念頭にね、置いておく必要はあるのかな、というふうに思いましたね。では F91 なんかはもう出撃させて臨戦態勢に入っておきましょう。でさらにこのアルパージールを前面に出す。ヤクト動画も前面に出す。今目の前に見えてる戦艦ですね、これを全部撃破できるんであれば撃破してしまいたいなと。この2機を撃破できれば残りの敵のね戦艦だいぶ数が見えてくるかなと思いますので、ここも6機モビルスーツ搭載してるんですね。
で、マップ外のところで言うと、ここにもね、敵のユニット入ってまして、ここにもモビルスーツ4機入っています。それが3隻っていうね、そういう状態です。では、これで戦いの方を始めていきましょう。後続で入ってくるニューガンダム、あとはサザビー、ヤクト動画、これもうまく戦力化していきます。で、冒頭お話した通り、もうクラスチェンジ見込める高性能機はないので、一気にですね、敵の戦艦を潰しに行きます。ジェガンを狙ってくるようであれば、グレネードランチャー。最も火力出ますからね、ジェガンの中では、このグレネードランチャーが。グレネードランチャーで反撃して、撃破していきましょう。このジェガンは次のターン、戻すか、強行するかは、敵の戦艦のダメージ具合を見て決めます。目の前の敵戦艦3。これを撃破するとなると、モビルスーツの数が少し足りないかなと思うので、もしかしたらね、ジェガンそのまま、打ち死に覚悟で攻撃に出てもらうかもしれないという話をしているところで、そのジェガンを狙ってくるな。命中率 62%、これかわせるかどうかですね。まあ、戦艦3隻目の前にいますけども、このうち最低2隻は沈めたいかな。この2隻沈められるか1隻にとどまるかでね、味方の損害が全然変わってくると思うんで、もう何が何でも2隻撃沈できるようにうまくね計算してダメージ効率よく与えていきましょう。まあ、そういう意味で考えると、クラス編成じゃないや、あの戦艦の編成もね、ラーカイラムに主力機体をいっぱい乗せておいた方が良かったのかなーなんてね、今更思いますけどね。サザビーが届くかどうかだな。ニューガンダムも届くかどうか。攻撃自体はなんとか届きそうだな。次のターンにはなってしまいそうなので、ごめんなさい。そしたらちょっとやり直して、ラーカイラムに主力モビルスーツを集中させるように運用を変えて戻ってきます。ではちょっと古速なんですけど、モビルスーツ隊の編成を見直すのと合わせて、もうこの戦艦から敵のモビルスーツを出させないという作戦に変えます。これはもうゲームを楽しむというよりかは効率よくね攻略を進めるためだけの作戦なので、まあいかがなものかというねご意見も、多々あるかなと思うんですけども、この目の前の敵こういう形で囲んでしまえば敵のモビルスーツ隊を完全に排除することができるので、まあ、そもそも出撃させないというね、そういう作戦です。さらに、先ほどお話していたニューガンダムとかね、こういう高性能機を一番移動力の高いラーカイラムに集約することによって次のターンから攻撃を仕掛けられるようにねしていきたいと思います。サザビー、ニューガンダム、アルパージール、ヤクト動画、この辺りはね、いわゆるファンネル攻撃で攻撃レンジ7っていう驚異的な攻撃範囲持ってるんで、これをねうまく有効活用しようかなというお話になります。さてはここから本格的に敵との攻勢に入ります。あくまでも目的は敵の戦艦、今手前にいる敵戦艦2機はモビルスーツ隊で取り囲んで敵のモビルスーツを外に出させないように、編成の方しましたので、これは一度このままにしておいて、その先にいる戦艦これを先に潰しましょう。そうすれば事実上戦艦3隻を、無力化することが成功ということになりますので、一気に攻略が進むと思います。まあそれが可能になるかどうかというのもね、もうひとえに高性能機、最高ミュー兵器搭載しているモビルスーツが敵にどれくらいダメージ与えられるかにかかってくるので、まずはねダメージソースとなるニューガンダム、アルパチル、ササビ、ヤクト動画で攻撃を仕掛けていきたいと思います。
モビルスーツジェガンを1機失いました。ただジェガン1機で敵戦艦3隻を封じられるのであれば御の字ですよね。なのでこれ以上被害が広がらないようにダメージコントロールをしっかりやっていきたいと思います。ではまず攻撃のレンジ、移動のレンジ確認しましょうか。ニューガンダムですが、どこまで届くか。あー、ラーカイラもやっぱりすごい指揮範囲広いな。これだったら一気にニューガンダム前に出してパンネル攻撃で数を減らしていきましょう。うん、ダメージを与えていきましょう。22,000っていうヒットポイントに対してニューガンダムのパンネル攻撃でどれくらい当たるかですね。14,000、まあ、クリティカルヒット入ったとはいえ14,000、さすがだな。ニューガンダムがもう一機仮にいたとしたらもうそれで盤石ですね。では今度はサザビーでもファンネル攻撃仕掛けていきましょう。アルパージール、ウサザラにヤクトローガ、サザビーももう一機残ってるので、まあ、確実に戦艦一隻は沈められそうですね。まあ、ただ残念なことに捕獲できるだけのね、ユニットの残り数空きがないっていうのはあるんですけども、まあ、どうしても欲しいユニットというわけではないかなと思いますので、ここは気にせずに行きます。まあ、強いて言えばヤクト動画なんかはね、クラスチェンジで、それこそニューガンダムとかサザビーとかにクラスチェンジできる可能性はあるので、ヤクト動画はね、レベリング少し意識していきましょう。まずは戦艦1隻撃沈、もう残り2隻も撃沈していきます。あとはエネルギーもしっかりね、回復させていきたいなというのはありますんで、今パネル攻撃したユニットに関しては次のターンでしっかり回復図っていきましょう。ではこれ F91 の攻撃ですね。ビームライフルで攻撃していきましょう。 F91 もエースになってますね、すでに。これがビームライフルです。ダメージとしては5600、いや火力高いですね。まあ、ファンネル攻撃の後なのでね、数字的には小さく見えますけど、通常のビームライフル攻撃でこれだけ火力出るというのは逆にすごいですね。メガ粒子砲、これヤクト動画攻撃になりますが、これもダメージとしては結構通りそうですね。ギュネイ専用ヤクト動画、ダメージは5000、これも5000出るね。被弾したヤクト動画に関しては次のターンで回復のために戻しましょう。ではここもファンネル攻撃で仕留めていきます。ダゲリウルスのこれは格闘ですね。ビームサベル攻撃でもう一隻撃沈です。これは中にモビルスーツ搭載したままの撃沈です。では続いてアルパージールですね。最近FW、まあ、食玩のシリーズになるんですけども、 FW ガンダムっていうねシリーズちょっと集めようかなと思ってるんですけど、アルパージールがね、来月かな発売予定になってたと思うので、できれば手に入れたいなと思ってます。まあ、ただこれも、まあ、いわゆる、オンラインショップ、バンダイ専用のね、プレミアムバンダイとかっていう確か、ストア名なのかな、買えるところあるんですけども、そこだったら予約で確実に買えるんですけども、まあ、じゃあそこまでするかっていうわけでもないので、近くにある、まあ、イトーヨーカドーとかね、あとは、イオンとかそういったところで、まあ、見つけたら買おうかなっていう感じですね。でね、見つけたらっていう感じでいくと実は結構ないんですよ。なので発売日を調べて、その発売日に
まあ、買いに行くっていうね、そういう行為は必要そうでした。で、発売日はそのプレミアムバンダイというかバンダイのサイトで、公開されているので、その公開されている日にね、朝10時に行けば買えるっていう感じです。ちなみに11月23日祝日、勤労感謝の日だったんですけども、その日にちょうど発売日になってまして、買いに行きました、イオンに。で、欲しいのがですね、あんまりなかったんですけど、試しに1個っていうことで、ゴッドガンダムをね、買いました。機動武道伝 G ガンダムですね。当時ね、中学生とかだったと思うんですけどね、機動武道伝をやってた頃は、シャイニングフィンガーとかね、よくなんか、学校でふざけてやってた記憶がありますけど、その他はですね、百式回とかもね、ラインナップには入ってましたね。だいたい1回の発売日で6モデルぐらい出る感じですね。で、1ヶ月に1回ぐらい、多い時だと2回、3回とありますけども、逆にない時は2、3ヶ月発売日がなかったりもしますんで、まあ、あくまで目安にはなりますけどもね。さあ、敵が効果してきましたね。これも、まあ、ラーチャーターの部隊は後方に待機していたので、このラーチャーターの部隊で、撃破していきましょうか。そしたらこのダギーイルスはレベリングできそうなので、この敵戦艦撃破してしまってレベルエースに持っていきましょう。で、アルパージールはじめ高性能機は降下してきた敵の部隊をね、迎撃に向かいたいと思います。これでダギーイルスに関しては完全にレベリング完了と。なんで、あとは撃破されないようにね、気をつけましょう。ニューガンダム、あと何回攻撃できるかな。1回パネル攻撃やってエネルギーが、24減ってますね。なので、まだあと2回、3回と攻撃はできそうなので、エネルギーの補充はせずに、このままパネル攻撃で敵戦艦撃沈していきます。あともう1回攻撃できますね。24減るっていうのが分かったので。今エネルギー40と考えると、あと1回攻撃はまだできそうです。このヤクト動画もここでレベリングできそうかな。今レベル3。命中率 100% で防御されて4576って数字だと倒せないっていう判断だな。そうなるとちょっともったいないので、できればヤクト動画で倒すために一度サザビーを挟みましょう。で、サザビーで挟んで、ヤクト動画で攻撃すれば、逆襲の射で撃中クエスが乗ったヤクト動画がレベルエースに持っていけそうです。まあ、あるいはこのサザビーがクリティカルヒットで撃沈するっていうパターンもあるんですけどね。大丈夫ですね。では、これでクエスが乗ったヤクト動画で撃沈していきます。高性能機とそれ以外の機体との、まあ、差がさらに広がっていってしまうかなという思いもありますけど、まあ、ここはもうあまり気にせずに撃沈に優先を持っていきましょう。いや、もうかれこれ本当にタイに丸1年行ってないですね。最後ね、去年タイ行ったのが確か12月だったと思うので、もう本当に丸1年、多分この10年1年間タイに行かなかったことはないんですけど、まあ、そういうね、ご時世というか時代というかコロナというものになってしまってますからね、まあ、しょうがないですけどね。来年はね、なんとかタイに1回ぐらいは行きたいなと思うんですけど、今コロナがね、その第1波と呼ばれていた今年のね、2月3月4月ぐらいの時よりもね、はるかに感染者数が多くなりそうだという気配が出ている中だと、どうなんでしょうね。来年の夏場ぐらいであれば、あるいは行けるチャンスあるのかなとは思うんですけど、なかなか見通せないですよね。幸い僕は去年、2月の終わり、3月から
在宅勤務になってるんですけど、まあ、在宅勤務はね、在宅勤務で本当に嬉しいですね。まあ、単純にですね、仕事してる時間は長くなってると思います。効率とかは別にして、例えばちょっとやらなきゃいけないなっていう仕事が残ってたりした場合って、前だとね、じゃあちょっと早めに8時に行くかとかって思って行こうとすると、いつも8時半ぐらいに家出ていたものが、それこそね、だいぶ早くで家を出なきゃいけなくなるっていうのがあるんですけど、8時から仕事しようと思っても、まあ変な話、家なのでもうその場ですぐ仕事が開始できるって考えると、まあ、効率面も考えると多分むちゃくちゃいいんじゃないかなと思うんですけどね。もうぜひこの在宅勤務は、続けてもらいたいなっていうふうに個人的には思ってます。おそらくね、今この状況で在宅勤務を解除するってことはないと思うんですけど、一方で都内とかだとね、また飲食店とか、まあ、居酒屋さんとかは時短要請とかね、そういうものが出てるみたいなんで、まあそういう業界にね、いらっしゃる方はご苦労が絶えないのかなとは思うんですけどね。あと何度かお話したことあると思いますけど、僕の奥さん薬剤師さん病院勤務でやってるんで、本当にね、毎日会社というか病院に行ってますね。まあそういう意味では頭がすごく下がります。さあ、ではまた降下してきた敵に攻撃を仕掛けて、これを撃沈していきましょう。ヤクト動画は2機とももうレベリング完了したと思うので、まあ、ヤクト動画以外の機体でね、攻撃仕掛けましょう。あと F91 だとやっぱラフレシアですね。ラフレシアが手に入るのかどうか、これも気になるし、アルパージールからラフレシアにクラスチェンジできるのかっていうのもね、すごく注目したいので、アルパージールもね、レベリングをしていきたいと思います。一方でこのニューガンダムとかはね、もうエースなんですけど、この先がない、要はクラスチェンジがないっていうのはもう確認できたんで、ここはもうダメージを与えるところまで与えて、最後とどめを刺して経験値をもらうのは、まだレベリングが完了していない、クラスチェンジできる、あるいはクラスチェンジできる可能性の残っている機体、でね、やっていければいいのかなと思います。ではここはサザビーのファンネル攻撃でダメージを削って、最後アルパージュールで撃沈するというシナリオを描いていきたいと思います。さっきもお話しましたけど、サザビークリティカルヒットで撃沈する可能性がありますけど、それはそれで、まだサザビーレベリング終わってないのでよしとします。これでレベル上がっちゃうかどうか、まあ上がってくれるかどうかですね。レベルがサザビーが3、うん、悪くない。でこのあと敵がまた降下してくると思いますので、降下してくる敵に備えましょう。アルパージールは宇宙から陸に上がれない仕様になってるな。最後の敵戦艦、むちゃくちゃいやらしいところに降下してきましたね。ここです。これだとアルパージールがまずそもそも届かないっていうね、そういう場所に降下してきましたね。そうなるとどうだろう、サザビーとかで最初に削れるだけ削っちゃいますか。まさかこんなところに降りてくると思わなかったからな。ではこの最後一石撃沈ね、していきたいと思います。うん、最後クリティカルヒットでヤクト動画で撃沈してしまいましたが、本当はねサザービーで攻撃して撃沈したかったんですが、まあよしとしましょう。まあ、ファンネル攻撃7マスあって、この火力出ると敵の戦艦狙えるようになるとむちゃくちゃ楽になりますね。はい、ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回、この SD ガンダムジェネレーションシリーズ、ファーストガンダムからゼータ、ダブルゼータ、そして逆者 F91 と続いてきましたが、最終回になると思います。